はいどうも皆さん、こんにちは。えずっこです。それでは今回なんですけども、三井住友 V ポイントの交換レートが11月から変更へということで、今回は三井住友カードを使って貯まる V ポイントについてですね。この動画では V ポイントの交換レートが変更されるということと、V ポイントの使い道も改めて解説したいと思います。普段からですね、三井住友カードや、三井住友ナンバーレスなどを利用されている方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、まあ今回ね、こちら三井住友ナンバーレスとか、三井住友カードを使っている方であればね、どんどん溜まっていくポイント、それがこの V ポイントということなんですけども、その V ポイントがその11月からですね、一部のポイントの交換レートが変更ということで発表がありました。で、実際にどんなポイントがですね、交換レート変更になったのかといいますと、それが今出ているこのページなんですが、au ポイントプログラム移行、そして d ポイント移行、楽天ポイント移行の移行レート変更にお知らせということで、 そうなんですよ。この今回3種類がですね、ポイントレートの変更ということでございます。 で、変更される日程なんですが、すぐではなくてですね、変更日は2021年の11月の1日月曜日お申し込みボムよりということでございます。ちょっと簡単ですけども、この日からレートが変わるということでございます。なので、2021年の10月31日日曜日までは通常の今の変更前のレートで交換できるということでございます。で、実際にですね、変更内容ということで、この3種類のポイントがどんな風に変わるのかということなんですけども、 出てる通りでございます。au ポイントプログラム、そして d ポイント。この2種類に関したら、もともと v ポイント500ポイントで、500ポイントのそれぞれのポイントに交換することができます。で、楽天ポイントに関したら、v ポイント500ポイントから350ポイントということだったんですが、今回この3種類ともに500ポイントが 400ポイントに変わるということでございます。なのでね、このニュースを聞いたときに、ちょっとショックを受けてる方は、おそらくこの部分だと思います。この D ポイントですね。まあ、au ポイントプログラムも貯めてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、おそらく僕のチャンネルを見ていただいている方は、この D ポイントにですね、交換される方は多かったのかなと思うので、そのレートがですね、ちょっと下がるということになるので、結構、これは個人的にかなりショックなところではあります。 ま、僕の場合ね、D ポイントに関したら、日光フロッキーを使って現金化したりとか、あとはお試し機会券、え、JAL のマイルとかにも交換することができるので、D ポイント個人的に結構好きだったんですけども、そのレートがですね、ちょっと下がるっていうのは、かなり痛いニュースだなというふうにも思いました。まあ、今回そのポイントレートが下がったことによって、このキャンペーンがね、ちょっと引っかかってくるところではあるんですよ。覚えてますかね ?D ポイント増量キャンペーンということで、大体年末ぐらいに開催されてるキャンペーンではあるんですが、これは確か去年、 開催されてるのは15%増量キャンペーンですね。ちらっとね、ここにも出てるように、ポイント移行期間が11月16日から12月15日と、っていう感じで、だいたいこの期間にね、ポイントサイトとか、まあ、G ポイントから V ポイントに変えてとか、ま、あいろんなことをやってたと思うんですけども、還元率がね、今回下がってるので、しかも11月からレートが下がった状態なので、おそらくま、開催されるかなとは予想はしてるんですけども、まあ、実質の還元率がかなりガクッと下がった状態で、お得に交換はちょっとだけ、 できそうな気はするんですが、まあ少しね物寂しさは感じるところではあります。まあ今見ていただいた画面をですね簡単にまとめるとこんな感じでございます。これはですね2021年の10月31日までの交換レートなんですけども、AU ポイントプログラムと D ポイントこれは10日交換まあ500ポイントずつそれぞれね交換できるということなんですけども、楽天ポイントに関したら今現在は500ポイントが350ポイントになるので、これは70%の交換レートということでございます。でそれが今回ですね11月の 1>, 1日からご覧のような交換レートということで、この3種類が全部80%の交換レートということでございます。 なので、この2種類をね、使ってた方からするとちょっと痛いかなと思うんですけども、今回なぜかですね、楽天ポイント、レートが上がってるんですよ。まあ、V ポイント、楽天ポイントに交換される人はそんなに多くないのかなって勝手に思ってるんですが、もしね、交換を検討されてた方は、ちょっと嬉しいニュースかもしれないですね。ちなみに、今現在、この V ポイントが交換できる、ま、ポイント、他社交換できるポイント、一覧というのはご覧の通りとなっております。これね、ちょっと前も紹介したことがあるんですけども、7個とか、楽天の A、 エとかあと T ポイントの交換することができますでこう見た限りですねもう現時点でも7個だったら1ポイントが0.8ポイントとか T ポイントも1ポイントが0.8ポイントエディも0.8ポイントまあ0.8円ですねで他にもですね大体が似てるようなレートになってるんですよねなので唯一の救いがこの D ポイントだった た感じだったんですけどもそれがね0.8ポイントに変わるってめちゃくちゃ痛いんですよねちなみにポンタにも交換できたりとか G ポイントにも交換することもできますあとはワンオンとかもそうなんですけどもやっぱり0.8ポイントとかですねなので V ポイントをまあ、他社のポイントに移行するのがあまり個人的にちょっとねおすすめできなくなってきつつあるなという感じでございますまあこういったルートを使えば還元率は結構アップしますよっていう方法も もしかしたら僕が気づいてないだけであるかもしれないんですが、ちょっと現時点では正直他社ポイントに交換するのはあまりおすすめできないとこではあります。 で、今お伝えした内容を踏まえてですね、この11月1日以降、V ポイントってどんな風に使うのがお得なのかということで、まあ僕がね、以前動画でも紹介した内容を踏まえた上でお伝えするんですけども、主に2つ紹介させていただきたいと思います。まあここ最近ね、三井住友ナンバーレスとか使われている方とかは参考にしていただければと思うんですけども、まず1つ目はやっぱり V ポイントアプリがですね、個人的にはおすすめなんですよね。まあ V ポイントアプリっていうのは、今出てるような画面がですね、V ポイントアプリになるんですけど、 これ三井住友が提供する無料のアプリでででででございますすすなのの普段から、ね、V ポイント貯めてるる方はですね使うこことができるんですけどもこの画面を見ていただいたらわかるように今現在僕は V ポイントが1993ポイント溜まってますでこれを移行という風にするとこの残高に切り替わりますまあ現在僕はですね V ポイントを特にまだ移行する予定はないのでそのまま入れた状態なんですけどももし使う時はこういった移行をして残高に入れてそこからですね この画面の真ん中下にですね、Visa ID Apple Pay で支払うというところがあるので、ここをタップすると、こういった風にですね、Apple Pay で使うことができます。なので、ID 決済はもちろんなんですけども、Apple Pay であれば、Visa のタッチ決済で使うことができます。まあ、コンビニはもちろんなんですけども、ID とかが対応してる、まあ、スーパーとかでもあれば、そこでも使うことができるので、消化自体はかなりしやすいんですよね。ちなみにですね、この V ポイントアプリで決済した場合の還元率なんですけども、V ポイントが付与されるクレジットカードでチャージをした場合は、0.25%分の、 V ポイントが付与されてさらにですね V ポイントアプリで決済した場合は0.25%分の還元率がありますなので今回はこの下の部分ですね V ポイントアプリで決済した場合の0.25%分が戻ってくるので結構お得なんですよ ちなみにですね、この V ポイントアプリなんですけども、リアルな店舗で使うことももちろんなんですが、オンラインでも使うことができます。この画面の右上にですね、3本線があるので、ここをタップすると、カード情報をですね、ここをタップしたら確認することができます。で、タップしたら、ご覧のように、こういった V ポイントのカード情報が出てきます。カード番号そうですし、有効期限、セキュリティーコード、カード名義人ということで出てくるので、なので、ここから言えることは、先ほどもお伝えしたようにネットショッピングでも利用が可能ということで、まあ、僕自身は、今現在楽天市場であったりとか、 とかでも使ったことがあるので、まあ、そういった方法でねオンラインでも使えるのでまあ、消化方法の一つとしたら結構ありかなという風にも思いますまあ、そう考えたら結構 V ポイントっていいですよねということで一つ目の V ポイントのまあ消化方法でございました次二つ目は支払い金額にキャッシュバックということですねまあ、これは簡単に言うとクレジットカードの請求に V ポイントを充当するっていうような方法でございます僕自身はここ最近は AUP カードとか AUP のクレジットカードでポンタポイントを支払いに充当したりとかあとは 楽天カードですね。楽天の通常ポイントが溜まってたりするので、それを支払いに充当するとか、それの V ポイントバージョンっていう感じで、V ポイントもそういった感じでに支払い金額に、まあ、キャッシュバックという形で行うことができます。その画面の行き方なんですけども、このページ、まあ、三井住友カード、Web ページからですね、入っていただいて、ログインしたら、今こういった風にマイページが出てます。で、そこからですね、ここのキャンペーンっていうのがあるので、ここをですね、クリックしたら、こういった下にメニューがいろいろ出てきます。その中に、V ポイントの交換という項目があるので、 ここをククリックしますそうするとですね、V ポイントの交換方法みたいな画面がいろいろ出てくるんですけども、まあ先ほどお伝えしたね、V ポイントアプリとか、まあそういった方法で出てくるんですが、今回ここで,ですね、支払い金額にキャッシュバックするということで、ここにも説明書きがちょっと出てるので拡大すると、2020年3月の1日月曜日に ID バリューよびキャッシュバック、9がリニューアルして、1ポイント1円で支払い金額に充当できるキャッシュバックを開始しましたということで、もう先ほどお伝えした通り、充当できるということでございます。で 実際にですね、これをクリックすると、ご覧のようなページが出てきます。キャッシュバックはクレジットカードの毎月の支払いの金額に対して充当されるサービスですと。その月の支払いがなかった場合は、キャッシュバック繰り越し残高として、最大3ヶ月間、翌月へ繰り越されるといいですね。なお、キャッシュバックの繰り越し残高への反映には、最大3週間程度かかるということですね。で、おしゃれ金額への充当、ご利用明細への表示は、ポイント交換いただいた翌月まで翌々月になりますと。で、その内容を踏まえて、これをですね、クリックしたら、一応ですね、おすすめの方法 ここでこの2つを紹介したんですがちょっとこの中には入れなかったんですけどもこの2つも結構おすすめかなと思いましていわゆるプリペイドカードにチャージをして使うという方法でございますまあ、主にこの2つなんですけどもビザプリペっていう プリペイドカード。そして家族のお財布っていうプリペイドカード。これね、どちらと三井住友が提供するプリペイドカードなんですけども、1ポイント1円でこちらそれぞれですね、交換することができます。で、かつ、この2つの決済の還元率なんですけども、0.25%分の還元率っていうのがあるので、ポイントを移行して評価しても、ま、還元がしっかりとあるので、まあ、還元率はまあもちろん低いとこではあるんですけども、ないよりかはあった方がいいかなっていう感じですね。ちなみにこの家族のお財布なんですけども、今現在キャンペーンが開催されておりまして、 家族ののお財布入会ププラスチャージで500円分のプレゼントがもらえるということでございますもう8月2日からすでに始まっておりまして10月31日まででございますんでもしねご家族で利用検討されてる方はこちらね使ってもいいかなと思いますちらっとね券面が出てるんですけども一応タッチ決済もできるみたいですねそれではですね本日お伝えした内容をまとめると2021年の11月の1日からポイントレート他社のポイントの交換レートが変わりますよということでこの3種類 au ポイントプログラムそして d ポイント で楽天ポイントこの3種類が全部が80%の交換レートになりますでその内容を踏まえてまあ、他社に交換するよりかは今回ねこの今お伝えした3種類ですねこれが僕なりのおすすめの使い方ということでまあ、V ポイントアプリに入れて普通に ID 決済とかビザのタッチもそうなんですけどもオンラインで使ってもいいと思いますし支払金額にまキャッシュバックということでこちらはですねクリストカード三井住友カードとかの支払金額に充当するという形でポイントを紹介 するのもいいかかなとであととあはビザプリペでまあ、他にもね、V ポイントの使う方法っていうのは、先ほど見せたマイページとかでも見ることができるので、まあ、ご自身に合った方法で消化するのが一番だと思いますんで、ぜひね、自分にはどれが合ってるかどうか考えた上でぜひ V ポイントを消化してみてください。まあ、そんなこんなの今回は V ポイントの交換レートが11月の1日から変わりますよということと、V ポイントのおすすめの使い方について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。 まあ、とりあえず、今できることとして、もしね、D ポイントとかに交換する予定のある方は、11月入るまでにですね、サクッと移行することを強くお勧めします。ですけども、ちょっと増量のキャンペーンまでまだ待ちますよっていう方はですね、実際に開催されるかどうかっていうのは分かんないとこではあるんですけども、それを踏まえて、ぐっとまだ握りしめておくことも、ま、一つの作戦かなと思います。ちなみに僕自身は、今のところまだ考えているところではあるので、とりあえずまだ持っておこうかなというふうに思ってます。ぜひですね、V ポイントの交換方法、 としてこれがおすすめですよとかこういった使い方がいいですよっていうねおすすめなどがあればぜひコメントで教えていただければと思いますで今回お伝えさせていただいた V ポイント交換レート変更についてのリンク概要欄に貼っておきますのでこちらも詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました